割れてるかな。まだ明かりじゃないですね。ついてってますね。ブレット戻んな。ブレット ブレットあれか。
キベさんのイノシポイントなんですけどね。ブレート来い。ブレート。ブレート。そのハウトシーンをあれかな、あのシーン出して実際あとどうなったかっていうのは別かも、別にしといて、撮れたら撮れたで、ね、いいね。いやいやいや、今日あれだったら踏んだり蹴ったりだっけな。撮れるよ。多分お前と喋りながらずっと言ったもんで気に出ちゃったのかもしれない、あれ泣きながら。だってさ、グッチがやってた後まだあそこの中にいたんだからさ、あの先だからね、やぶん中にいたよ。うん、だからあのまま小杉の、小杉というか向こうの本杉の際を歩いていけば絶対当たったはずなの。ずっと歩いてた。だからその間に飛ばれちゃったで、多分遠ざかっていったもん、泣いた時。へえ、やべえ、遠ざかっちゃった。やっぱその後はあれだけか、あのその、うん、雲のな、あるじゃん、雲が、うん、雲のところに匂いがパーついてきれた。ああ、ほんと、じゃあ飛んだかな。うん、やられたわ。そんね、ちょっとこっから、いや俺こっから攻めてくから、うん、もうずっとこの際を、うん、ここは、まあ、エルヒューでも出たんだよな。こっからさ、多分ね、出ればね、こっちの杉の中に飛ぶと思うよ、うん、頑張ってヒットさせな。おいで、ルスルスルス、こっちも。じゃあ俺この際から見てくる。うんうん、ルス来いよ、来いよルス、来いよルス、ルース。自ら行ってるからね。うん。この辺ついてそうだもんね。いや、このまま前行けば、うん、うん、さあ、取れるぞ。おいでおいで、よいしょ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 ウィ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 。何です、キジの匂いする、する、キジの匂い。ルスが背中の匂いを嗅いでます。ルス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 、今日もルスでしたか。実は私、大変なことを起こしてしまいました。また。実は、外のバーナーを忘れてきてしまいました。ガスだけしか持ってません。本当にドジな人です。ちなみにブレット監督さんに借りますんでね。だから、記事も取れないんだよ。言われちゃったよ。何何、ああ、いいね、うん、本当だよな、こうやってドジばっか起こしてるもんじゃあるから、ね、取れないよ、ね、
には最高だね。これだけでうまそうに見えるもんね。何やってるんだって思ってて、よし、ガスがねって瞬間にもうあれだって自分が終わったんだ、はい、ネギ、あーこぼれた。ネギたっぷりのちゃんぽんです。車にかけちゃいました。大失敗。ほい、おやつな。おお、ありがとう。ジムニーにちゃんぽんかけちゃった。よし、いただきます。はい、うわうまそうだぜ。うまそうでいい。ちょ、ネギで入れや。うまそう。うん。あっちか。いただきます。あっちい。あっちいけどうまい。うまい。今日何忘れ物したんでしたっけ？バーナー。うん。あと何忘れちゃった？コーヒー。確かコーヒー飲むの動画撮ろうって言ってたよね。そう。それで忘れてきました。コーヒーはね、前の日にね、買っといたのにね。こういう可愛いドジをするぐちさんでした。ぐちさん、この熱いお鍋を慌てで食べてます。これはなかなかいいですね。うん、こうしないと熱くてさ、はい、今日なんか増量してますけど、何増量したんですか？ネギ増量です。あ、いいですね。このネギがいいんですよ、うん、見た。今四駆に入れた？四駆に入れた。やっぱ四駆に入れるとあっという間だな。可愛いねこの色ね。でも黄色の缶グじゃなかったっけ？黄色だった。いつの間にかオレンジだな。鹿を跳ねて。うん。下を跳ねて、うん、見積もりしてもらったら、うん、100万コースで、うわマジで。うわ100万出して直すじゃどうしようかなと思ったら、まあハンター色でいいよね。でももう100万かかるじゃないですか、うん、200万かかるじゃないですか。もう終わりだって言われて、この半グが、うんうん、で定番色沼津にあるよって言われたんですけど、うん、限定色が欲しいから、うん、いらないってことだったら、うん、沼津のディーラーが、うん、全国掛け合って1台だけ抜けてきたから。え、オレンジ指定したの？オレンジ指定しました。マジで？オレンジを乗るからいいって言ってた。見つけてきたもんで、ね、今度買わざるを得ない。じゃあもう行くだけ最後に行ってみましょうか、はい、ね、で気合でやろう。戻るならここまっすぐ行けば行けるし、そっちは小樹家いるし、まあでもリサが向こう行ってるからね。ちょっと匂う。匂う。あ、じゃあやんなやんな、うん、これは間違いない。ふえ、おお、いい富士山だ。何も出なかった。虹を踏み出しました。え？
え？キジを踏み出します。どういうこと？渡って、うん、リサはもうどんどん渡っちゃって、うん、僕渡る場所探して、うん、でリサと離れてたんですけど、とにかく渡って、うん、向こう岸ついて、うん、人リサで呼ぼうかなと思ったらね。マジで？何を準備してた？ああ。じゃあ本当近くで出たの？もうそれぐらいで。ええー。さちょっと低くなったところの向こうに、うん、熊笹みたいな。わかるわかる。あの笹だったら。出た。マジで。どっち飛んだ？川向こうに。あ、川向こうか。グッチが川向こうから気丈匂いがするって言ってたもんで、それだ。笑, , 笑える。おかしい。結構高くまで上がったから、うん、褒めてたら結構いい感じで出たんですけど、うん、もう、わーって、結構ですよ。グッチさんが匂いを取るっていうのはそういうことだね。本当に匂い取ったって、うん、なんか品評性を帯びてきたよね。、うん、また孵化してるとみんなに思われてるかもしれないけど、グッチさんかなり匂いを取ってるっていう信憑性が出てきましたね。